あ、切ったんかい。いや、ダッサダッサ今の最悪だよ。いや、今の発言ダッサ。何それよ。え、クソ、電話してくれよ。いや、ダサ。何、切られた。直前で。何、出ようとした直前に切られて落ち込んでんの。頼むよ。あ、帰ってきた、帰ってきた。同じ人だ。あのさ、同じ人とかさ、覚えるのすごいダサいぞ。同じ人から来たぞ。だから、お前、同じ人って分かるのめっちゃダサいぞ。何や、電話来て同じ、しかもちょっとじらしてんじゃん。ダサ。俺忙しいんで、みたいなやってない今。俺忙しいんで、ちょっとすぐには出れねえな、みたいなやってない。押して、押して。え、押して。何、押してって、自分で押せよ。手開いてん、手開いてん。で、開いてん。いや、怖いもん、人見知りだから、俺。俺だって人見知りじゃないけど、京都の JK に無視されてんだよ。いや、ちょっと、やってよ。こんにちは。はい、もしもし。オレンジのレモネンないとか言ってなかった。急に怒るじゃん。おかしいでしょ、誰かの電話かってくる。本当の電話。俺の電話、なんで電話かってくるの。あと、なんか知らない人にオレンジのなんとかで怒られたし。黄金チキンってあるじゃん、ローソンの。はい。それをちょっとアレンジする料理を調べてきたから。はい、行きましょう。超簡単で、うん、用意するのは黄金チキン、はい、骨なしと卵で、まあご飯、トミークッキングでございます。どう、ついに作り出したかって思ってくる。え、なんかコンビニのやつさ、ちょっとさ、アレンジしただけでなんか幸せになれそうな気がしない。ひと手間みたいな、ね、ひと手間みたいな。で、超簡単な親子丼が作れるらしいの。油を適当に引きます。危ない。いい、ちょいちょい、もう、なんだ、何、おお、びっくりした。こういうことだよ。まだいいんですかね。えぐいつき方してたから、もう危なかったよ、多分爆発寸前だったよ。はいはい。ああ、もう知らない。ね、ちょっと卵買って。はい、できんのね、それ。んやってよ。左手でやりますよ、しかも片手でな。ねえ、ぐっちゃぐちゃじゃん。火つけて。違うよ。え、ついてたよ。うまい。なんで消すの。ついてる、ついてる。で、黄金チキンをもう投入します。あ、入れた入れた。そう、本当はね、この時にね、なんかまな板とかで切ればいいんだろうけど、まな板とかないんで、うちそういうの。ここで切ります。まあ、お好みの大きさに切るらしい。はい、卵入れてください。行きましょう。どのタイミングとかは分かんないです。行きますよ。こういう感じ。そう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 、分かんないけど、俺もいいじゃん、いいじゃん。めちゃめちゃいいでしょ、もう。あ、いいじゃん、いいじゃん。向こう感じ分かんないけどな。火は強火、ここから。そうなの、多分。で、これ味付けしなくていいんだって。いやー、先に味付いてるからね。そう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 、黄金チキンがちょっとあれ、味が濃いから。これめちゃめちゃうまそうだぞ。あ、いいね、いいね。想像よりいいね。想像よりいいよね。で、ここでご飯あるんで、はい、これ乗せていくわけですよ。あ、美味しそう。めちゃめちゃうまそうじゃない。見てください、これ。それ美味しそう。めちゃめちゃうまそうじゃない。食べてみていいですか。食べましょう。で、味付けしてないってのがすごくない。いただきます。いただきましょう。うん、うまい。おいしい。まあ、問題はご飯と合うからなんですよね。想像よりなんかいい感じできてんな。うん、見た目が。いや、おいしい。おいしいか。すごくおいしい。いただきます。なんか、この肉の大きさとかもさ、自分好みにできるからさ。そうだね、確かに。もうちょい細くしたい人はさ、細くすればいいっすか。いや、もう全然これ余ってんのだけでも食おう。最高だな、これ。うまいな。うまいよね。黄金チキン知らねえけど、それがうまいな。もともと多分黄金チキン美味しいからね、結局ローソン最強だな。美味しい、美味しい。確かにこれ黄金チキンの味が効いてるから、このままでも食べれるけど、うん、まあ味がポイントは自分で足せばいいし。はいはいはい。何にもない家だったら全然これでいける。普通に俺それ食えるわ、毎日ね。毎日
俺そうじゃん。まあそうだね、美味しいものだったら大丈夫だね。美味しい、いや美味しいなこれ。ということで、はい、超美味しかったです。はい、これ簡単だからね、うん、適当にやってできたしね。まあそういうことね、うん、一瞬でな、男でもできるぞっていうね、うん、はい、ということでサブチャンネルでした。ぜひ皆さんもやってみてください。はい。